目合わせられない。はい、来た。はい、じゃあちょっと身体検査していきますね。ごめんね、ちょっと嫌いなことするよ。熱、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 こんな感じの方がいいんですよ。あ、ホールド。こんな感じの方がいい。あ、なるほど、押さえつけ。いや、押さえつけじゃないですよ。ただただこうやって刺さる。こうやって普通の子みたいにガッと持っちゃうとね、はい、余計暴れちゃうからさ、この子。難しいんじゃないラムちゃんね。何するにしても。そう、本当に息難しい。誰に頼むか。本当に。そうか、そうするとお薬が当初あんまり飲めんかったかな、ご飯食べない。そうなんです、そうなんです。なので、まあここのところやと飲めるような。はい、ここは、うん、そう、水曜日の夜ぐらいからきっちりあげてるように。はい、わかりました。しょうがないよね、そこね。あ、すごいよ。いい感じで。なんだろうと思われちゃうよ、この青いのに。本当に本当に。はい。熱は 9.4、まあ、平熱が8度5分ですから、まあ、若干高い。でもこれはここに来てさ、ちょっと興奮してさ、あ、なるほど、それでそうするとこれぐらいは上がるんですよね。はい、じゃあこっち向いてって、はい、よいしょ。ピクピクしちゃったね、今ね。まあそれぐらいならいいんだけどさ、本当に困るんだよね。狂犬ってこのこと言うんだね。はい、どうぞ。偉いね、偉いね、偉いね。やめてくれたから、もう一回ね。もう帰りだね。これ全然映ってないわ、これと。顔が全然ちょっと、はい、これぐらいにしてください。はい、どうぞ。はい、舐めてくれた。おいしいチキン。ちょっとその話をしますね。まあ調子はほぼ正常ですね。あ、はい、あの呼吸音も心音もね。はい、じゃあ予防注射ね。はい、自主電波の混合の予防注射をします。散らかさない。そうか、ちょっと軽くグルメするの。あ、グルメするとこないか。ちょっとめくってできる。食欲さえ普通に戻れば薬は大丈夫なんですね。あ、はい、大丈夫。今日は完璧だったかな、昨日ぐらいから。はい、はい、水曜日トリミングお願いしてるんですけど、はい、その時におしっこ持ってきて、あの別いいですか、診察付きで。はい、でも昨日来ないで、水曜日来よう。水はい、ご褒美ご褒美。
歯磨きっていうのもただ舐めるだけなんだけどね。食べたいし。レーザーだけ当てとこう。いいですか？ちょっとそのままちょっとレーザーをこっち向きにしてもらって。よしよしで。この辺という感じでちょっと立ってください。お尻だけ見えて何わけが。